ロイシン、イソロイシンバリン分子サーミノ酸、または分岐サーミノ酸とは、分子のある脂肪族足差を有するアミノ酸である。タンパク質を構成するアミノ酸では、ロイシン、イソロイシン及びバリンの3種の分子サーミノ酸がある。先述の3種の分子サーミノ酸は、人では必須アミノ酸であり、筋タンパク質中の必須アミノ酸の35%を、占め、哺乳類にとって、 必要とされるアミノ酸の40%を占める。分子酸アミノ酸は臨床では、やけどの治療や、肝性脳症の治療に用いられている。最近、この物質を利用した、網膜色素編成の医師手動治験が始まるとのことで、その効果と結果が期待されている。 https://www.sankei.com/sd/news/190221/wst1902210052-n1 と html 分子サーミノさんの分解には分子サアルファケトさんでトロケーゼ複合体が関与しているこの複合体が欠損すると 分子サーミノ酸及びその毒性副産物が血液や尿に蓄積し、メープルシロップ尿症が発症する。関与する酵素は分子サーミノトランスフェラーゼと酸、メチルマイナスにオキソブタン酸でヒドロゲナーゼである。BCKDH 複合体によって分子サーミノ酸はアシル COA 誘導体に変換され、これは続いてアセチル COA もしくはスクシニル COA となり、 最終的にクエン酸回路に組み込まれる。ありがとうございます。